こんにちは、アイクラクラです。久しぶりの登場ですね。2週間ぶりぐらいですかね。今日は映ってるこの子について紹介していこうかなと思っています。まあ、新たに飼った子ではないですね。10月ぐらいに飼った子ですね。モルフは、スーパーマックスのベルアルビノのダブルコンボの、ヒョウモルトカゲモルフですね。メスの個体です。以前にね、紹介した時に比べて、だいぶ、サイズの方は大きくなったと思いますね。今で 55g ぐらいあります。感じで表情してます。かわいいさ。うちで2番目に来た子ですね。おとなしいですね。まあ、ずっと手のひらに乗って暖取ってます。尻尾もね、だいぶ太いいい感じになってきて、模様はこんな感じ、表情はこんな感じ。あ、手を広げて動き出しましたね。餌はね、もうデュビアを中心にあげてます。デュビアのね、オスの成虫ならバリバリ食べていきますね。だいたい2日おきぐらいに餌を与えてますね。飼育環境はこんな感じです。なんかいつもね、ここを一周して一周しますよ。あ、一周して、あ、一周せんな。このウェットシェルターの中に入っていきますね。止まってます。大丈夫かな。止まっておりますが、はい、一時ね、下痢して 39g まで体重が落ちたんですけれども、今はもう食欲も上がって 55g まで体重の方上昇してますね。もうちょっと体重が上がれば繁殖もできる個体になるかなと思って楽しみにしておりますね。やっぱりね、前も言いましたけれども、光の蛍光灯がつくとこうやってもう目を閉じてしょぼ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 しておりますね。すごく目の方が弱いというか、光にはすごく眩しがります。まあ、アルビノの特徴やと思うんですけどね。もうね、一時ね、その下痢してる時にクリップとかなと思って、どうしようかなと思ってたんですけど、部屋の温度を上げて温室に入れるようにしたら、すぐに食事の方食べるようになって、体重の方も改善しました。あ、やべ、
脱走しようとしとる。このようにアグレッシブに動きますね。いずれはね、繁殖に使う個体なんで楽しみですね。赤ちゃんの手みたいですね。よしよしよし。ということで、今日はね、僕の飼ってるヒョウモントカゲモドキの、スーパーマックスのベルアルミノの、一応名前は姫ちゃんの、説明をしていきました。ご視聴ありがとうございました。まだね、あと3匹ヒョウモントカゲモドキ買っているんで、ここに説明していきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。